第三帝国の奇跡、アドミラルヒッパー級3番艦、プリンツオイエン。どんな戦闘でも生き残れるわ。アクーン、よく言ったわね。あんたが指揮官？どこまで楽しませてくれるのかしら。期待してるわ。なに？今日はどう可愛がられたい？ん？検査？フィーレンダンク。働きすぎは良くないわ。死ぬはよ。幸せを運ぶ船。それって皮肉のつもり？ライン演習作戦か。思えばあれが全ての始まりだった。この程度で満足かしら。じゃあ、今度は私があんたを味わう番よ。任務、目新しいものない？指揮官、ご褒美よ。私？別に。新しいメールよ。指揮官、一緒にお風呂でさっぱりしない？委託が完了した。じゃあ面白いものがあるか見に行こうか。この感じ悪くないわね。全艦火力全開、ファイヤー！先行外周一色よ。お前たちやるわね。この程度じゃ足りないわ。もっともっとだ。面白いわね。目の前から消えてもらえる？目障りなんだけど。あまり笑わない？指揮官、試してみる？私を笑わせられるかどうか。指揮官、好きよ。冗談よ。今のでドキッとした？イッヒリーベディヒ。本気か冗談か。指揮官の判断に任せるわ。なぜ笑ったのかって？指揮官がドタバタしてる姿を見ると楽しくなっちゃうもの。今回は本気で笑っているのよ。これがあんたの答え。どうしようかな。鈍感な指揮官様。もう何にも本気にならない昔の私じゃないのよ。私を変えたのは誰なのか忘れたのかしら。ふぅ、ユニオンの記者も足が速いもんね。そのツンデレはお前たち金髪まな板のテンプレートかしら。その優雅さいつまで持つかしら。浮き輪に座って唇に舌をペロッと。これが海辺の一番流行りのポーズ？ウェールズ、まさかからかうつもりではないでしょうね。指揮官、今笑顔の練習をやってるのよ。誰かさんが私の笑顔がぎこちないと言ってるけど、
指揮官もそう思う？はあ、ウェールズと一日中遊んでたら少し焼けちゃったわ。ウェールズ、またビスマルクをからかって手を折られたら今度は何も言ってやらないわよ。ウェールズのやつよく調子に乗っちゃうけど、本当は結構頼りになるわよ。敵だった私から言わせてもね。こっちの話ヒッパーに教えたら、はあ？なんでその薄くて戦闘にも適さないような水着を羨ましがらなきゃならないってのって言ってきたわ。ヒッパーらしいわね。指揮官、ウェールズ見た？もうまた逃げられちゃって。ウェールズの長所は多いけど、こんなことまで学んでほしくないわね。新しいメール？ヒッパー？ビスマルク？あ、なんだ、指揮官宛てか。なんかつまんないわ。これが獣王の信念。まあ面白いじゃない。指揮官、せっかくの信念だから、仕事なんてほっといてお酒に付き合ってよ。なんだ指揮官か、おかえり。4S の SR 鉄血的な明けおめだわ。指揮官、もう一杯、もう2杯、もっと飲んじゃえ。あのね指揮官、みんなを呼んで飲もうよ。獣王の酒は本当に美味しいわ。今度はあのケチくさい子に当校のお酒でももらおうかしら。これが欲しい？飲ませてあげないわ。指揮官、ボーナスにうまい酒はあるかしら。正月の手紙ね。なんだ、結構人気あるじゃない。
なんだ指揮官じゃない。私別に酔ってなんか。指揮官は私が酔ってたら何をするつもりなのかしら。指揮官、一杯飲んじゃおう。なーに、その情けない顔。こんなに赤くなってもしかして酔ってる？パーティーはやっぱりこんな感じで思いっきり飲めるのがいいわね。指揮官、そうでしょ？私のどこを気に入ったのかしら？外見？それとも中身？嘘を言ったら一杯飲んでもらうわよ。獣王のお酒もいいけど、やっぱりこのおなじみの味が美味しいわね。顔を真っ赤にしながら指揮官がこちらをチラ見してくるの、楽しくてたまらないわ。すけべ。そんなに硬くならないでいいじゃない。楽にしててよ。風情のわからないやつらね。あんたと出会ったのは運命というのなら、この運命に感謝しないとね。これからのこと、楽しみにしているわ。指揮官、来る途中他の子を盗み見したりしてないわよね。鉄血では動物の名前で恋人を呼ぶこともあるわよ。クマちゃんとかウサギちゃんとか。指揮官はどういう風に呼ばれたい？クマちゃん？それともウサギちゃん？はぁ、力が入らないわ。指揮官にキスしてもらわないと。働きすぎは良くないわ。私、寂しいからちょっかい出すわよ。今すごく幸せな気分よ。なぜ？なぜだと思う？あ、な、た。指揮官、今何を考えているかは分かっているけど、お仕事の方が重要よ。任務？勝手に選んで。私は別に何でもいいわよ。手紙、結構あるわね。さすがは指揮官、人気者ね。指揮官、お風呂の用意できたわよ。どっちが先に入る？それとも